会話は話すより聞くが大切である。しっかりと聞いているとアピールしたいときは前傾姿勢で相槌を打つ。相槌を連続3回以上するときは話を終わらせたいと思っていると勘違いさせる。客観的より主観的に話す方が相手の素の感情が解放される。相手に話してよかったと思われたいときは 相手が主観的になれる質問をする。相づちは、そうだよねに加えて、その時どうしたのなど気持ちや行動を尋ねる。誰も見ていないのに行動すると、人は公衆意識の高さが際立つ。いい人に見られたいときは、誰も見ていなくてもすぐに行動する。男性の首から胸にかけては、オン。 オフの切り替えを象徴する男性はネクタイを緩めることで、ギャップが生まれる。男性は男性にない女性らしさを見ると魅力を感じる。男性は女性が髪を触る仕草で魅力を感じる。女性が足を組む、手で反対側のピアスを触ると、体の曲線が強調され男性は魅力を感じる。しかし、人は、 相手が腕を組んだり、前髪を触ると不快に感じる。黒色は威厳や小言差を演出し、重みのある存在感を与える。仕事で存在感をアピールしたいときは、黒のスーツの方が良い。人は他人の性格や能力を見た目で判断することを、ステレオタイプ効果という。背筋を伸ばして力強く、 腕を振り、大股でテンポよく歩く人は、目標達成志向が強い。できる印象を与えたいときは、背筋を伸ばし大股で歩く。顎の角度で与える印象が大きく変わる。顎を20度上げることで相手に、元気で快活な人と思われる。顎を30度上げることで相手に、横柄な人で相手を見下すタイプと思われる。 第一印象を良くしたいときは、メラビアンの法則を意識する。メラビアンの法則では、聞き手は55%の視覚、38%の聴覚、7%の言語で影響される。人は自分が感じた第一印象が正しいと思い込む。第一印象を良くしたいときは、丁寧なお辞儀をする。 お辞儀は相手に敬意を示す手段であり、ぎこちなくても丁寧であれば好印象となる。無表情と笑顔では、笑顔の方が20倍の人を引きつける効果がある。第一印象を良くしたいときは、自然な笑顔を見せる。人は、好きなものや関心が高いものに対して、無意識に同行を開き目が大きくなる。 第一印象を良くしたいときは少し眉を上げて目を見開く。メガネの形で印象は変わる。フレームの細いメガネは柔らかい印象。黒縁メガネは知的な印象。丸メガネは親しみやすい印象。第一印象を操作したいときはメガネを使い分ける。アイコンタクトの所要時間は約1秒。 人は一目ぼれすると無意識に相手の目を5から7秒見つめる。相手に自分を強く印象づけたいときは5秒以上見つめる。身につける色で印象が変わる。黄色を身につけると明るい感じや親近感を与えて人の心を開放的にする。黄色はコミュニケーションカラーと呼ばれる。 ビジネスシーンでは小物に黄色を取り入れると相手と打ち解けやすくなる。笑顔がうまく作れない時はアヒル口にする。唇の両端の広角が上がると相手から微笑に見える。人は最も感情が高ぶった瞬間と最後で全体の印象が決まることをピークエンドの法則という。つまり別れ際に喧嘩をしたら次会うまで。 その記憶がずっと残る。別れ際を惜しむのが大切。夕暮れ時に人間の体内時計が不安定となり、判断力の低下や注意力が散漫になる。告白は夕方以降にすると成功率が上がる。黄昏効果を利用すると、説得や商談で納得させるのも成功率が上がる。人にはパーソナルスペースがあり、 その距離は45センチメートル。相手の45センチメートル以内に入ると親密な関係になれるがタイミングを誤ると不快感を与える。自然にパーソナルスペースに入るにはカウンター席が良い。気になる人と距離を縮めたいときは美味しい食事をとる。美味しいものを食べると一緒にいる相手の好感度が上がる。これを ランチョンテクニックという。ランチョンテクニックは接待でも有効で、お互いの印象を上げる。